後位継承議論が自民党でねスタートしてるんですが大丈夫ですかこれどんな結論になるかという問題もあるんですけども自民党って今大丈夫ですかね なんかいつバラバラに瓦解するかもわからないで。なんか政治的にこう求心力がない。だってもう岸田卸が起きないことも不思議ですけども、じゃあ岸田さん辞めたからいいリーダーが来る可能性もほぼなさそうですし、うん、いやー、今この好位継承、まあ議論はしてもいいんですけど、岸田さんが本気になって動かそうとした時に、どうなんでしょうかちゃんと仕上げてくれるんでしょうか この話途中で岸田さん辞任しますって言ったら次石破とか出てきたら日本終了しますからね話進めるんだったらちゃんと完成してくんないと中途半端で投げ出して次河野太郎とか首相になったらじゃあこれ決めますって言ったらもう日本終了するレベルですからねもういやほんとやばいですよだからね岸田さんどういうつもりなんですかねこれちゃんと仕上げて旧皇族復活とかやったらここから岸田さんに一気に保守層から支持を取り戻しますよ 岸田さんは別にね皇室を敬愛することとかほぼ私感じたことないので、まあ、小ばかにはしないでしょうけどもやっぱ皇室にお仕えしてるっていうね、まあ、感覚どこまであるか分かりませんの、ね、で多分ねこういうのも保守層の票が欲しいからやってんんだと思うんで,すでもいいです下心があってやっててもいいですよ。表が欲しいとかねもう一気やりたいとか下心があってもまあまあいいですけど確実に仕上げてほしいんですね。だから下心があるから投げ出しかねないわけですよ。 もし本当に皇室のためってことだったらもう自分の命と差し違えるぐらいの勢いでねやると思うんですけども所詮下心なんですよね自分のため自分の政権のためにいい案件なわけですよこれで保守層票戻ってくるかもしれないわけでそういうスケベ心で進めてるるのが気になるんでですねでも結果往来だったらいいですよ途中でで投げ出したらととんでもなないことになりますよだっていつ終わるかわかんない政権ですからね。 今回ね女性宮家の文言を用いてなかったんですけども女性皇族が結婚後ね皇室にとどまることができるっていうのは有識者会議の結論で出てきましたこれについて議論したんですけれども異論はなかったってわけですねあ私が出席してたらこんなもんダメだって言いますよ女性皇族はご結婚後も皇室に残る これはですね将来悪用される可能性があるんですつまり女性宮家という形に悪用される可能性があるんですねでもね有識者会議に旧皇族を活用する私の案がちゃんと載りましたけどもただ気になるのは女性皇族が結婚後に残れるっていうのも入ってるわけですよね でもまあそれを入れておかないとまあガス抜きにならなかったのかなということであえて入れたのかもしれないんですけれども本丸は旧皇族の復帰だっての分かるんですよ新しい話ですからねで女性皇族がうんぬんと全部消してしまうとねなんかちょっとものすごい批判されたりとかということでガス抜きのために入れてるような気もしますでもそれって結局野田さんが言ったことですよ皇族が減る公務の担い手が減るだからもう女性皇族もご結婚後ね皇室に残っていただいてご皇室に残っていただいて もうやっていただくんだとで一台限りだから大丈夫だって野田さんは言ったわけですよこれが詐欺師の方程式だって言ったわけですねだから野田さんが一台限りっ来たってじゃあ50年後100年後にその約束を貫徹できるんですかって話ですね例えば愛子内親王殿下がご結婚後も皇室に残れる国民的なね人気のある男子と結婚しちゃった日にはいや生まれてきた子がえなんでダメなのって話になるわけで当然 別死だとかなんとかっていうことでねだとこんなに素晴らしい女性天皇の子供でなんでダメなのなりますよねで8割9割ねこの子は天皇になれないのおかしいみたいな世論になったらもう変わっちゃうわけですよ 入りり口はね台限りでですすなんんてててて言ったっったの責任取れんのかって話ですよだから結局ねいきなり「女系天皇」って言うと拒絶されるから「女性宮家って言ってみたそしたらそれも拒絶されて「あ一台限りですから安心してください」って「ご公務の担い手がいないからご結婚も皇族に残っていただいてねご公務の担い手確保しましょうでも大丈夫皆さんね女系天皇心配してる大丈夫大丈夫一台限りだから」って言って。 ででみんな騙されるわけですよ保守派の先生方もみんな騙されてるわけですあそれだったらいいかなって言っちゃってんですよ私はダメだって言ってんですそれはね女性を口説く時にねいきなり言わないですよお茶しませんかってわけですよでお茶した時に言わないわけですよもうちょっと飲食したいなって時に朝まで飲み明かしましょうとか誘わないでしょあまだ終電までちょっと時間あるから一杯だけ 付き合また時間もあるし一杯だけなんかそれ断ったら失礼な気がだから最初からね朝まで飲みませんかって言われたらみんな断りますよでも「あちょっとまだ時間も一杯だけ付き合ってもらえませんか?」って言われたら「あ一杯だったらいいかな」と思っていきますよね。で皆さんも「一杯だけ付き合ってもらえませんか?」って言われてねまあ、別に仕事上の付き合いとかあるじゃないですか。いって杯で終わりますすんないっすよ 二杯、三杯、四杯飲むんですよ。最初から十杯飲みましょうって誘われたら。あ、あ、今日もう帰りますって言うんです。一杯って言われるから、断りにくいですし。まあ、一杯だったらいいかなってなるわけですよね。それと一緒です。だから、最初から朝まで飲み明かしましょうと言うと、警戒されるから、一杯だけ。二杯はいかない。一杯だけ飲みましょうって。 でも誘う側は杯で終わると思ってないわけですから騙されちゃいけませんよ今の保守派の先生たちの多くはあいっ杯だけならいいかなって言っちゃってるんですよ一ダメですからって話だから結構ね産経新聞にもしょっちゅうね出てくる結構立派な先生たちみんな騙されてんですよ結婚後皇室に残るこれはいいんじゃないかダメですそれは今回女性皇族がご結婚後残るっていうことが一応異論が出ないって言うんです。異論 出さなきゃダメっしょ私が自民党の国会議員でこの席にいたら「いやいや絶対ダメですと」とありえんとだからね姑息なんですよ「一杯だけ付き合ってもらえませんか」って,言って最後ホテルまで連れてく気で誘ってるわけですから野田さんですよあいつスケベですね手口が汚いなし崩し的にね女系天皇になるんですよでも保守派からね責められるからいっぱいだけだから大丈夫だって打ってるわけですよ手口が汚いですね汚い というわけでこれ異論言わなきゃダメですよでねご公務の担い手が足りないって言うんだったら旧皇族の活用でいいわけですで皇族数確保すれば皇位も担えるしご公務も担えるわけだから公務は担えて皇位継承を担えない中途半端な宮家作ってどうするんですか大体ですね旦那さんは民間人でしょご結婚後も民間人なわけですよ家賃取らなきゃいけないですよ法律上だって民間人が皇帝に住んでどうするんです 家賃払ってもらわなきゃいけないですよ。じゃあ、奥さんと旦那さんで家賃相当分接半。奥さんの方は高速費で出ますよ。旦那さんの家賃、赤坂の一等地ですよ。ワン LDK というわけにいかないですよ。例えばですね、三笠の三宅とか私何度も行きましたけども、あれ赤坂の一等地であれ貸しに出したら、多分月200万、300万ぐらいの物件ですよ。じゃあ月500万、旦那払えんかって話ですよ。 朝ごはんの目玉焼きも奥様の目玉焼きは後続費後費で出ます旦那の目玉焼きはそこから払っちゃいけないですよそんなバカな話あります同じ屋根の下でね片方は税金で暮らす人片方は自分の稼ぎで暮らう人が一つ屋根の下に暮らすんですよそんなことどうやってやるんです無理ですよそれ 武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。